大橋静子は、日本の編集者、エッセイスト、暮らしの手帳社社主、元社長で同社の雑誌、暮らしの手帳を創刊した。妹の大橋よし子も、同社創業メンバーの一人で、エッセイスト。父、大橋武夫は、岐阜県出身。10歳の時に、東京、深川の材木商をしていた大橋、谷吉の養子となり、府立一中を経て、北海道帝国大学農学部卒業後1919年4月、中越政府に就職。母、宮原久子は、小樽出身で、女子美術学校を卒業。北海道時代に武夫と知り合い1919年5月結婚。1920年3月10日に静子は、東京、麹町の榊病院で生まれる。武夫が、北海道の工場長となったため1歳で、北海道に移住。武夫が肺結核になり、東京に戻り、5年間療養所を求め伊東、鎌倉、大森などに移住し、家族は看病に明け暮れた。一家は大井町に落ち着き、武夫が1930年に死去した際11歳の静子が喪主を務めた。静子は牛込第一小や大井第一小などを経て、東京府立、第六高等女学校を1937年に卒業。後輩の石井よし子とは交流が続く。日本工業銀行に入行、調査課に配属される。3年で退社し、日本女子大学に入学するが1年で肺結核となり、学業を断念し大学を中退。西洋生活が終わり、日本読書新聞に入社。編集部員大幅変更時。戦争末期の休刊時、戦後の復刊時、常に編集部に所属した。戦後、日本読書新聞でカットの仕事をしていた花森安次と知り合う。1946年、花森は静子、春子、よし子の三姉妹と横山慶一で衣装研究所を銀座で設立して社長となり、雑誌、スタイルブックを創刊。1948年には花森編集長の下で、美しい暮らしの手帳の創刊に参加。1951年、社名を現在の暮らしの手帳社と変える。1969年からエッセイ、素敵なあなたに、を同誌に連載。同エッセイにより1994年、戦後の一般の人の暮らしを豊かにしたとして、第10回東京都文化賞を受賞。1978年の花森の死去を受け編集長となる。2004年、横山康子に社長を譲り社主となる。2013年3月23日午前8時37分、肺炎のため、東京都品川区の自宅で死去。93歳没。2016年度前期放送の NHK 連続テレビ小説、トト姉ちゃんは、大橋らをモデルとして、暮らしの手帳の創業の軌跡をモチーフに描くフィクション作品として制作された。大橋がモデルのヒロイン小橋常子を高畑充希が演じている。ありがとうございます。